3月16日開業のね、駅でございましてね、私もね、ぜひね、来たかったんですけどね、なんか山陰本線からの梅小路に行く短絡線をね、ぶち壊してですね、そこをですね、なんかロータリーかなんかになったんでしょ。で、短絡線がなくなってですね、あっち側にあったんですけど、あれがちょっと見に行きましょうか。あれもなくなってですね、ここにそんなところにね、駅を作っちゃったんです。もともと京都の次は丹波口だったんですけど、その間にできた新駅ということでね、京都、交通博物館だ、京都鉄道博物館かな、なんかそういうのとかね、なんか京都水族館とかね、行きやすいらしいです。スチール号、あ、じゃあごめんなさい、スチールってコーヒーでも飲むんかよっていう話なんですけど、確かにね、なんていうのかな、スチーム号という機関車をね、なんか運転してるらしいんですけど、私青春18切符なのでね、ちょっとね、節約系 YouTuber なので入ることができません。まあ、駅のね、感じで見ていただければと思います。死にとうよきじうこめう、何言ってんだって話なんだけどね、反対から読んでしまいましたけど、確かこの辺りから短絡線が伸びてってね、京都中松ターミナル方面にこう線路がね行ってたはずなんですけどね、そこをぶち壊してですね、駅を作っちゃったという、そういうようなところです。多分ね、出たらね、移行があるはずなんですけど、じゃあちょっとその辺も見に行ってみましょうか。結構ね、人がこの辺りになったら、なんかね、長い角12両分取ってんのかな、8両かな、意外に大きな駅ですね。本当に奥までずっとあるような駅ですね。で、4両編成の場合は前の方に止まるというような感じでですね、これね、ちょっと歪んでるように見えますけど、なんか来ますね。通過ですか。通過かよ。で、なんかね、このなんか、それは仕様でして、車掌さんかなんかのね、動作スイッチかなんかをあの入れるためにこう歪んでるという、そういうのような感じらしいです。何が来るの？快速？ちょっと撮影しに行きますよ。せっかく戻ってきたのにな。メロディーはやっぱこれなんですね。なんか岡山っぽいなと思うんですけど。あ、別にコウノトリでもないやつか。素敵かもしれませんね。まあちょっと京都駅のね、周辺ブラブラしてね、奈良公園の鹿を叱りに行きましょうかっていう話なんですけど、いやね、なんでそんな鹿を叱りに行きたいなっていうね、話なんですけどね、まあ今ちょっとね、梅小路西駅のね、お話をさせていただいてるのでね、まあ、せっかくなんでこの駅をね、味わっていただきましょうっていうのはおかしいけども、まあこういう駅なんだよということで、来るときにね、ちょっとくら向こうのホームはね、映させてもらったんだけども、まあ向こうのホームとこっちのホームとね、あんまり大差ないので、こっちのホームだけちょっとご紹介しておきましょう。向こうはね、ちょっとこう拡大レンズで反射か、こんな感じか。嵯峨野線沿線がますます便利にとか書かれてるんですけど、さすがちびっこ多いな。椅子がこんな感じでね、ふかふかではないけど、なんか杉とかその系のものを使ってるんでしょうね。さすが北山杉とかを使ってるんじゃないですかね、この辺りだと。すごいたくさんの人が座れるようになっております。エスカレーター付近からはね、京都タワーが見えます。駅前は、あ、ちょっと待って、あれすごくない？あれ行きましょうよ、あれ、せっかくですし。
んか驚くほどすごくてね、あの京都のね、あの鉄道博物館高架のホームの端っこから見えるんですよ。ゼロ系とか湘南電車止まってましてね、すごいなというようなところです。もうほんとすごい。ここじゃあちょっと改札出ましょう、ついでなんで。ではね、梅小路京都西駅に到着しました、ね、京都鉄道博物館のね、すぐ近くです。あ、すごい、これバス専用道路なんだ、すごいね。マジか、遅れとんな。到着しましてね、先ほどホームから見てたね、市電の車両はどこだ、あっちか。これぐるっと回らなきゃいけないのかな。ちょっとこうぐるっと回りましょうか。なかなか立派な駅舎ですね、こうやって見ると。こんな感じですわ。あー、素晴らしい。これはいい駅だぞ。ちゃんとね、京都タウンをね、向こうで見えるんですよね。どのあたりだ、この辺り、この辺りで京都タワーが突き出てるはずなんですけど、どこだ、この辺、これ、これ、これ、あ、ちょうどこの、この、この、この辺りか、これか、これに、京都タワーです。で、すごいね、トヨペットがでかいね、あれ、トヨペットがあんなところにあるんですよね。トヨペットとか私、車興味ないから別にどうでもいいんですけど、私が紹介したいのはあちらです、これ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 ね、紹介したんですよね。広島ではね、走ってるんですよね、こういう系が。この手の路面電車、私は大好きです、2000型かなんかじゃないですかね、これ、ちょうど電車入ってきました。どっかで汽車が走ってるな。これ何がすごいかってね、これね、ちゃんとね、線路レールがあってね、このところにね、ちゃんと車輪があるんですよね。この辺りすごくないですかね。このこのこれこれこれ、これ車輪なんですよ。ちゃんとちゃんとね、本物ですよこれ。って感じなんですけど、ここから見たら分かりやすいかな。こうちゃんとね、車輪が入ってますね。そんな、車両ですけども、ちゃんと書いてるんですよ。50円か切符をご用意くださいということでね。あちらは本物の営業用車両、 JR 西日本の221系。こちら展示のね、案内書になっております京都市電の、路面電車です。これもまたね、歴史があっていい感じかなと思っておりますけれども、あの上のね、トロリーのね、パンタグラフがいいですよね。トロリーなのか、ああいうパンタグラフがいかにもザ路面電車みたいな感じでね、いい感じです。さあ、これが梅小路公園内になるわけですね。思いやり駐車場梅小路公園、そして京都鉄道博物館と書かれております。いや、これすごくないですか。外からでもね、お試しみたいな感じで見ることができるんですよね。103系の車両も止まってますね、すげえな。これ入館料多分ね、結構クソ高かった気がするんだけども、先ほどね、申し上げたその短絡線というものはね、まだ残っておりまして、なんかあれ歩けるんですかね。ちょっとあれもちょっと行ってみたいですね。行きましょうよ、後でね。で、あっち側は歩けないのかな。奥の方が一部遊歩道になっているそうです。いやー、すごいね、発狂ものですよ。じゃあ何がすごいってね、ゼロ系が止まってるんですよね。いやー、懐かしい。本当に再びあの顔が見れると。いや、もうこれはね、もう本当に私はね、ゼロ系という新幹線がね、本当に好きなので、いや、これはね、感激ものですよ。ありがとうございます。本田、行きましょう。梅小路西駅開業までゼロ駅というものになっておりますけども、いやー、素晴らしい。かなり並んでおります今日ね。
今日入館料ただとかそういうようなオチは全くもってありませんでした。わあすごい、白国白国、わあすごい、ちょっとこれはやばい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 、ちょっとこれはすごいわ、ありがとうございます。あーじゃあもう本物本物の、城崎かな、マイゾルがどちらかが今走っていきましたけども、あんなものも見れるんですね。これもまたいいですね。湘南電車、湘南電車もちょっと撮らせていただきましょう。じゃあちょっと私これあのお金はたいてでも入りたいわこれ。ちょっとどうしよう、今日はでも持ってきてないのに。ゼロ系ですよ、ゼロ系。あーこれはいい、このいい、これでもう十分ですよ。いやーすごい、かっこいい。うわーこれでよく九州帰ったんですよね、本当に。ウエスト光とかね乗ったんですよ。ねえ、本当時速はね今の N700 よりかは遅いんですけど、220、240とかその辺だったかと思いますけど、あれでよく考えた、重たいねあの音で走っておりましたよね。今みたいにヒューっていうのではなくて、コココンコココンっていうようなそんな、音で走ってましてね、鉄橋に入った時なんかもっとすごい音が鳴っておりましたので、新幹線のこのボンネットを作った人ってすごい人なんですよね。もうちょっと近くで見たいわ。よし、貫禄線もねなんか残してるって感じですよね、本当に。これちょっとなんかぐるってまたなんかいいのありますか。いやすごいですね、懐かしい。いや、あの中入ってみればいいものなんですけど、ちょっと私、いや、なんだここはと思ってね、見たらすごいですね。外から見てこんだけ圧倒され、中は相当すごいということになります。誰かちょっとあの連れてってくれませんか、これ。やば。すごいな、これは。ちょっとね、誰か稼いでる YouTuber さんに連れて行ってほしいっていうぐらいに、そこまで思っておりますけれども。いやーちょっとね、あの誰かちょっと先輩 YouTuber にちょっと弟子入りしようかなと思うぐらい、いやたかがこれだけとか言うんですけどね、これすごいですよ、本当にあの髪の毛跳ねてるじゃないか。いやーすごいのこれは、なんか九州のゼロ系新幹線の思い出はすごいありますからね、もう本当懐かしい。あー私あの一番の思い出はあの小倉での逮捕、いますあれ、いますよいますよ、あのちょっと人でいっぱいだけど、いや運転席入れるんだ、あ103件もいるよ、ほら、ちょっとあれ5%さんじゃない、5%さん、4%5%のボンネットもいるよ、すっげえ。500系重いよ。いや、なんとしてもあの103がいるっていうのがね、素晴らしいな。こっちから行くとどうなるんでしょうかね、ちょっと見てみたい気もしますけど、ここがこの先は貨物駅ですみたいなことが書いておりますけども、いやちょっとね、いやもう思い出がねすごくてですね、ちょっと涙が出てきたぐらいに、ゼロ系新幹線を見てね、ほんと懐かしくて。いや私ね、あの父がね小学3年の時に離婚してましてですね、父方九州だったんですけど、よくウエスト光とかね、光号に乗って帰って、当時はねなんかいろいろと、たくさんの思い出がありましてですね、ほんとゼロ系にはお世話になったんですけど、昔のそのね走りというか、その、走ってる車内の様子とかすごい思い出しましてね、いやー本当どちらかというとね、あの時のなんか
家庭ってすごい良かったなとか思ってたんですけど、また話を戻しまして、菜の花が咲いてますよ。見ましょうか。大盛況ですね今日ね。すごいな。こんにちは。こんにちは、ハト。ゲスト出演です。あ、こんなとこに電車がありますよ。これ、なんかモスラの幼虫みたいですね、これ。おー、すごい。これ、ハルカ号がこんなとこに。こっからあれなんですかね。これ、横線路なんですかね。
というわけで私京都駅まで今歩いてましてね、やっぱ遠いですね本当に。まだまだ先なんですけど、ね、何あの京都梅小路西みたいなそんな駅に行ったんですけど、やっぱ京都から歩くと遠いな、ね、あれは結構でも成功するんじゃないですか。いやもう博物館の一つというような、そんななんか付き合わせの駅みたいな感じだと思ってたら意外と需要はありそうですね。ああうまいこと駅作ったな。ただ短絡線を潰したのはあれはまあね、もう使ってないからっていうことなんでしょうけど、ということはもう京都からの山陰線直通の貨物列車とかもなくなるってことか。通じるものなのかと思ってね、これこっちみんな行ってるから、いやこれがあの巨大ターミナルの一つの通りとは思えないんですけどね。いやちょっと待ってくださいね、あの京都駅ですよね、なんでこんな狭いのが駅への最寄りの道ですみたいなこと書いてる、なんかすごい貼られてるしさ、これは何なの。京都ラーメン美味しそうだな。これがこっち行くと、こんな狭い道をねちょっと横から見るとですね、こんな感じになります。さすが裏の小道がすごい京都駅、もう京都駅ですよ。いやこんなとこに出てくるのか、これはちょっと面白いなと思いました。いやー巨大な京都、日本の代表する都市であります京都駅なんですけどね、ほら沖張りやすってね、沖張りやすっていうのがねあれなんですけど、そんなターミナルのね巨大な、日本の一つのねもう一大都市といえるようなところがですね、宮古がですね、まあ、このターミナルの横をこんな小さい道っていうのは何たることかと思うんですけども、いやまあまあね、これもあの確か敵が攻められた時のあれかなとは思うんですけども、通りにくいわって話でね、すごいな。でも京都もうかうかしてたら広島とかに負けてしまうなっていうような雰囲気に私は感じてしまったんですけど、ちょっとやくましいって、いやまあまあそれはねしゃあないんだけど、すごいな。行ってきましたよ梅小路。なんかバスだらけだ。どっから入んの京都駅。なんかビッグカメラのとこから入ったら行けるらしいんですけど、18切符ちょっと係員のいるとこじゃないと無理なんですよね。あこういう時はねちょっとねあのめんどくさいデメリットになるのかなとは思うんですけど、まあね格安切符ですからそれぐらい歩いてやろうじゃないかみたいな。京都の伊勢丹はあれですよね、ずっと続いてますよね。大阪は早くどんどん潰れていったんですけど、ね、え私伊勢丹より牛タンの方がいいんですけど、明日タワーとかあるんですかね。なんかあれってなんかあれなんでしょう、鉄筋じゃないんですよね確かね、すごいあれなんでしょう。電力すごっ。あでも関西電力もそこなんだ。あれはやっぱすごいよな。あれ京阪系列なんですよね京都タワーって確かね。でかっ。